日置忠明文政四年は、岡山藩の家老。備前金川一万六千国の領主。父は、岡山藩が老日を期中立つ。母は、加賀藩、今枝忠志号の娘。性質は、公家、医師の危険の娘。養子は、日置忠志室。通称は元八郎。陽明は元之助。安永八年一月十八日に、 日置正し達の着難として、岡山に誕生する。同年12月15日に、中達が江戸で急死し、忠明は幼いため、日置家の家督は、園籍の池だけからの養子忠秀が相続した。天明2年8月、忠秀の養子となり、忠秀の死去により家督相続岡山藩家老、備前金家は1万6千国の領主となる。完成8年、藩士、 湯浅さ義の憲白を受けた、藩主、池田人と政は、藩の財政難打開のため、老中、松平定信の藩政の,の改革に習った、藩政改革を開始する。改革反対派の塩木賀郎が罷免され、忠明が、改革派として、塩木賀郎に任じられ、藩政を担うこととなる。今日は3年10月、くげ、医師の危険の娘を正室に迎えることを、 藩主なり生より許される。文政元年11月20日、遠跡の加賀藩氏、今枝正官の弟の銀次郎を養子として迎える。文政四年死去。家徳は養子の忠し室が相続した。ありがとうございます。